国鉄31系電車国鉄31系電車国鉄31系電車は1929年昭和4年から1931年昭和6年にかけて日本国有鉄道の前身である鉄道省が製造した車体長17メートル級3扉ロングシートの休憩電車を便的に総称したものである具体的には 三等制御電動車の母31系、3万1001から3万1104、二等不随車のサロ37系、3万7001から3万7012、三等制御車のハ三38系、3万8001から3万8019、三等不随車のサハ三39系、3万9001から3万9029の四形式164両を指す。 1926年、大正15年から1928年、昭和3年にかけて製造された、鉄道省発の構成電車30系の改良版として製造されたものである。鉄道省の電車としては、従来のモニター屋根に代わって初めて丸屋根を採用した。また、窓の天気寸法も30系の 800mm から 870mm に拡大され、 より開放的な雰囲気を高めている。それにより窓の床面からの高さは30系の 870mm から 800mm とされた。当初は連結側のつま面には窓がなかったが1930年昭和5年度星から通風改善のため窓が設置された。雨戸井は車両限界の関係から30系と同様に取り付けられず扉上に 水切りが設けられただけであったが、車両限界の拡大された1930年度の造備車から取り付けが開始され、1929年度製造車についても後に取り付けられた。前面の屋根と車体の継ぎ目のラインは30系が弧を描いていたのに対し、本系列は直線である。屋根上の通風機はガーランド型が6個、もは31型は5個車体中心線上に、 配置された。前商島は、幕板部に取り付けられていたが、1935年、昭和10年頃から、屋根状に移設された。大枠と走行機器については、30系の1928年製造車の使用を、ほぼそのまま受け継いでおり、大枠は、中央部の幅を広くした、魚服系、UF-20、台車は釣り合い常式の動力台車が、TR-22、付随車が、 TR21、電動機は出力 100kW の MT15、制御機は電磁空気カム軸式の CS5 系、ブレーキ装置も自動空気ブレーキである。大枠については、1931年度制から、漁服型を排した溝形大枠、モハ31型は u 24、u k 2 4サロ37型は、UF21、 サハ39型は、誘拐26に移行し、車体端部の裾形状が変わった。1929年1930年度製は、側面部クランク型に下がってつま部につながる形状。1931年度製は、直線のままつま部に至りつま部で斜めに下がる形状。また、1931年度製は、車体の組み立てに溶接を導入したため、 リベットの数が大幅に減少している。付随台車は1930年度製から軸場レシキの TR23 に移行している。京浜線に集中投入された30系に対し、本系列は山手線や中央線にも直接投入された。モニター屋根の老朽木造車の多かった両線において、厚生丸屋根の新造車である本系列は、まさに、 吐き溜めに鶴の存在で、乗客は先を争って、この31系電車に乗車したという。これにより、中央線に配置されていた、老朽木造車のモハ1型が廃車された。モハ三31型は、本系列の基幹となる、制御電動車で、1931年までの3年間に104両が製造された。側面窓配置は、 1> d 1 d 2 d 2 2 d 2である。本形式の年次ごとの製造状況は次の通りで、奇数番号車は上り向き、偶数番号車は下り向きである。このうち、1929年製の各社1両、31020、31041、31053は、軽金属扉を使用していた。また、1930年製の31058は、 溶接を使用したためリベットの少ない変形車であった。サロ37型は30系のサロ35系の後継となる二等付随車で1929年度および1931年度に12両が製造された。車内の配置はサロ35系同様の車タンブ及び飛ぶクロブがロングシート、扉間がボックスシートで窓配置も 同様の 2D222222D2 である。1929年度製の台車は、どういうわけか1928年度製、サロ35型よりも古いタイプの玉、山形項を使用した TR11 を履いていたが、37001から37004の4両は1934年、昭和9年に、連結器を密着型に交換した際に、 3万9005から3万9008の白 TR21 と相互に振り替えた。1931年度製は前日の通り軸バネ式の TR23 であるので、わずか12両の初体でありながら、台車の種類は3種に及ぶこととなった。1929年度製の3万7009は、警報金製扉を使用していた。 本形式の年次ごとの製造状況は次の通りである。区三38型は鉄道省の構成電車としては初めての制御車で1930年度に19両が製造された。窓配置や車内の様子はモハ三31系の同年度製と同様で台車は軸羽式の TR23 である。 本形式の製造状況は次の通りで、奇数番号車は上り向き、偶数番号車は下り向きである。左派三十九型は30系の左派三十六系の後継となる三等付随車で、九百三十一年度に二十九両が製造された。そのため、本形式の大枠は溝型の誘拐十六、台車は軸羽レ式の TR23、車体は リベットの少ないタイプである。窓配置は2 d に2 d に2 d に、製造状況は次の通りである。申請から10年程度をめどに行われる更新修繕で1937年、昭和12年に自己復旧を兼ねても、産31系1両、1940年、昭和15年から1943年。 昭和18年までにも波31系75両、左波39系16両、1940年、昭和15年に、サロ37型が、格下げ改造、工術と、平成で実施された。1937年の事故復旧による2両、3 1 2 1 3 1 2 2は、つま面に窓を開け、3 1 2 1と3 1 7 4は、 試作的に屋根状の通風機を増設して3列とした。その後、更新修繕と閉鎖でつまめんへの窓増設と通風機の三列化は継続して行われたが、全社に及ぶことなく中止された。1940年に後期2600年を記念して開催される予定だった東京オリンピックに協賛して、商店に特別塗装を施すことになった。試験塗装車は、 A 案、B 案の2種が登場したが、本系列に実施されたのは、1937年10月から、ウィンドウシルから上部をクリーム色、車体下部をエビ茶色にした B 案である。また、三鷹電車この3両編成では、室内拡声器が試験的に取り付けられたが、河川と誘導電流により、雑音が多く、実用に耐えるものではなかったようである。 1937年、昭和12年に日中戦争が勃発し、戦時体制となったことから、1938年、昭和13年10月31日限りで、省電は関西宮殿と横須賀線を除いて二等車の連結が中止された。本系列に属するサロ37型のうち37001と37002の二両は、 予備車として二等車の残存した横須賀線に転属し、貫通扉の引き戸化と貫通ホロの整備が行われた。他の重量は中央線へ転属の上、車内設備はそのままで三等車代用として使用されたが、1941年、昭和16年には、車体中央部に扉を増設し、三、扉ロングシート化の上、左派39型に編入されることとった。 改造は1941年5月から10月にかけて行われ、蒸気の2両を除いた重量が改造された。オリジナルの左派39型とはほぼ同じ形態となったが、戸袋の方向やリベットの多い車体や台車など、オリジナル車とは容易に識別が可能であった。番号の新旧対象は次の通りである。太平洋戦争中の国史により、鉄道車両の多くは荒廃し、 米軍の空襲により多くの車両が消失した。終戦後は旅行の政権がなくなったことにより、さらに混雑が激化し、車両の荒廃も加速度的に進んでいった。戦後の混乱も沈静化した1949年、昭和24年から1952年、昭和27年にかけて、更新修繕愛が行われ、戦前同様の状態に復していった。 東京で使用された本系列は太平洋戦争末期の米軍による空襲により多数が被災し廃車された。その数はモハ三十一系二十五両、クハ三十八系七両、サハ三十九系十四両の計四十六両に及び製造総数の四分の一強にあたる。特に1 9 4五年、昭和二十年四月十三日の池袋電車区、四月十五日の 蒲田電車区の消失は夜間であったため被害が大きく、5月25日の空襲でも運行中の列車が被災した。また、この時期にも波3 1系6両、左波3 9系2両が事故により廃車となっている。これらは、お波 70K 客車として復旧されたほか、多くが私鉄に払い下げられた。潜在及び同時期の事故により、 廃車になった車両とその後の処遇について次に掲げる終戦によって日本は連合国によって占領されることとなり沿線に海軍基地のある横須賀線に転属していたサロ37001、37002の2両は1946年9月に全室連合軍専用車に指定され白帯車となった同年十二月に搬出して 翌1947年2月に再び全室指定となり、1949年7月に指定が解除され、二等車に復帰した。昭電は、戦中戦後の国史により荒廃し、多くの不可動車を出していたが、1948年10月から1949年、昭和24年9月にかけて、モハ31系の一部を転送解除して制御車と、 するとともに、使用可能な電気部品を、大型車の修繕用に振り向けることとした。これにより、5両が、電装解除されている。電装解除された車両は、形式番号を変更しないまま、記号をモハ、を雲は、くは左上に、小書きとしていたが、もは31系の制御車代用では運用上、好ましくないことから、1949年10月、 正式肉波38型へ編入し、38,200から38,204に改版された。台車はオリジナル車の TR23 に対して、本グループは釣り合い常識の TR22 のままであり、容易に見分けがつく。番号の新旧対象は次の通りである。戦中戦後の国士によって、疲弊後廃した電車を戦前の水準にまで戻すため、 本系列に対しても1950年、昭和25年から更新修繕が行われた。これにより、戦時中に撤去された座席の復元や、シートモケットの整備、扉の後半プレス制への交換が行われた。修繕はアモハ31系、クハ38型に対しては1950年から、翌年にかけて大井工場で、サハ39型に対しては1950年度に、 大宮工場で施行された。さらに1954年、昭和29年からは、桜木町事故の教訓を生かす形で、更新修繕 E が実施され、屋根上通風機のグローブ型への交換、車端部間通路の引き戸化と、貫通ホロ整備、絶縁の強化などが行われた。運転台付きの車両では、初期の更新車を除いて、雨いの曲線化と幕板への、 運行番号表示窓設置が行われ、スタイルは一変した。1950年11月から翌年3月に、かけ、山手線及び線石線の増結用として、更新修繕愛と平成でもは31系の、後くらいに運転台を新設して、両運転台化する改造が、大井工場で行われた。季節の前くらい側運転台は、非貫通型のままであるが、 後くらい側は、貫通型のまま全室運転台が設置された、34,039は、増設側非貫通。前面の雨どいは、後くらい、運転台 G の窓は戸袋であったため、この部分に、幅 900mm のシートが残っている。改造は給料に対して実施され、模波34型に、編入の上、34,031から34,039に不番された。 番号の新旧対象は次の通りである。上記のうち34,031と34,033が戦績専用、それ以外が山手専用である。戦績専用の34,031は、半出が連合軍用として使用されることとなり、記号もモロハに変更された。1953年開番後の1957年、 昭和三十二年四月までこの状態で使用された。一万二千十三、一万二千十四、一万二千十六、一万二千十八、は、九百五十六年に豊川分工場で施行された更新修繕 E により、前くらい側運転台の雨どいは曲線にされたが、増設側は直線のままであった。年月から翌年月に、 はた森岡の両工場で、更新修繕を施行されたものは、季節側の雨どいも、直線で12010は、増設側の貫通扉も埋めてしまった。1953年、昭和28年6月1日に施行された、車両形式称号規定改正により、車体長17メートル級の電車は、形式10から29に設定されたため、 本系列に属するモハ31系、サロ37型、クハ38系、サ波39は、その時点で残存していた全車が、改版の対象となった。この改版により、車体長17メートル級3扉ロングシートの電車はその出自に関わりなく、3等、中間電動車はモハ10系、2台。本系列に該当車なし。 変運転台の三等制御電動車はモハ11系、両運転台の三等制御電動車はモハ12系、三等制御車はクハ16系、三等付随車は左ハ17型、二等付随車はサロ15型に統合された。ただし、番台による区分が設けられ、た系列の車両と区別された。区分の詳細については、各形式の節で記述する。なお、 モハ10型については、本系列に該当者は存在しない。モハ11型は、車体長17メートル93、扉ロングシート編運転台の制御電動車に与えられた形式で、モハ31系のほか、モハ30系、モハ33型、モハ50型がモハ11型に統合されている。旧モハ31型は11200から、奇数番号車と、 偶数番号者をそれぞれ詰める形で不満されたが、漁服系大枠の1929年度、1930年度制と、溝形大枠の1931年度制は一応区分されており、漁服系大枠者の最終番号、11241の後に続ける形で11242から、溝形大枠者が並べられている。 この時点で残存していた59両がモハ11型となった。番号の新旧対象は次の通りである。モハ12型は、車体長17メートル93、扉ロングシート両運転台の制御電動車に与えられた形式で、旧形式はモハ34型である。モハ34型には、33系、40系に属するオリジナル車。 34,001から34,026と戦後にもハ31型から改造された34,031から34,039が存在した。31系に属する給料は12,010から不満されている。番号の新旧対象は次の通りである。区ハ16型は車体長17メートル級3 扉ロングシート編運転台の制御者に与えられた形式で、区三十八型と区六十五型が区波十六型に統合されている。本系列に属するのは区三十八系0番台及びも三十一型を伝送解除した区三十八系二百番台である。区三十八型は三十一系がオリジナルである。ことから一万六千から不満され、 モハ三31系の伝送解除者は16,300から不満された。この時点の量数は0番台12両、300番台5両の計17両である。番号の新旧対象は次の通り。これらは更新修繕 E の施行とともに前面が窓いが曲線化され、運行番号表示窓が幕板に設けられたが、1 6号は直線のままで、 運行番号表示窓がなく、1955年度計画漏れの16001は雨戸いが、直線のままの上辺を下げて、運行番号表示窓を設置した変形車となった。300番台の台車は、電動車時代の DT11 のままであるが、16304は、大糸線時代に付随車用の TR11 に、交換していた。左ハ17型は、車体長17メートル93。 扉ロングシートの付随者に与えられた形式で、サハ36系、サハ39系及び、サハ75型が、サハ17型に統合されている。本系列に属するのは、サハ39系である。この時点で23両が在籍しており、17,200から不番された。サロ37型からの改造車は、オリジナル車の続版、17,218と、されており、 特に区別をされていない。番号の新旧対象は次の通りである。サロ15型は、車体長17メートル級に、扉クロスシートの二頭付随車に与えられた形式で、この時点で、サロ37型2両のみが該当した。番号の新旧対象は次の通りである。1958年、昭和33年度にも派11系200番台を、 タネに給料の追加改造が行われた。これらは、大井工場の入れ替え用及び、広島鉄道管理局管内の電化ローカル線、壁線、宇部線、小野田線の換算時短工運転用に改造されたものである。番号の新旧対象は次の通りである。上記のうち12019は、大井工場内の入れ替え専用で、増設側運転台には仕切りがなく、 乗務員室扉も設けられていないが、誘導用の足掛けと手すりが設けられている。12,020と12,021は壁専用、12,022から12,027は宇部、小野田専用である。このうち壁専用の2両は増設側運転台の乗務員室扉の高さが低く、ウィンドウヘッダーまでしかない。これらは1950年度改造車の 増設側運転台貫通扉が開き戸であるのに、対し、引き戸のまま残されている。1959年には鶴見線の炭鉱運転用として6両が雲波重に、型に改造された。こちらは増設側運転台が片隅式のボックス式で直後に幅 580mm の一人掛けシートが設けられていた。こちらも増設側の貫通扉は、 引き戸のままである。番号の新旧対象は次の通り。1959年5月に、四川区での交流電化、50Hz、20KV の実用化のための試験車として、モハ 11K2 両、11,250、11,255が、日本初の交流用電車に改造された。簡易式の交流専用電車であるため、駆動方式は、 現在の起動車の駆動方式である液体式であり、ディーゼルエンジンを単相交流電動機に置き換えた以外はほぼ同じであった。また、そもそも即ブレーキには回生ブレーキを使用している。この2両のほか、単相交流整流子電動機を駆動するもや94000、あとのくもや791から1、60Hz、20KV が申請され、比較が行われた。 11250は、車体は、多い工場、伝送品は、日立製作所で製作しており、駆動方式は、交流電源を周辺圧器で400ボルトに高圧した後に、出力130キロワットの交流電動機を低速回転させて、液体変速機で、速度制御された後に、シャフトと台車に装備された、逆転機を介して一軸を駆動させるトルコン式である。 起動停止は、起動車で使用されていたクラッチを使用せず、液体変速機のトルクコンバーターの油を出し入れする、ことで行う。車体は、後くらいに運転台を新設して、両運転台とするとともに、各扉にはステップが取り付けられた。前面は大幅に形状が変更され、正面は、H ゴム指示の3枚連続窓とし、コーナー部には斜めに、 小番型の小窓を設けた特徴的な形状となった。屋根は完全に張り替えられ、妻部は完全な切り妻となり、全小灯は幕板部に埋め込まれた。終電装置は他に類例のない得意な形状、ビューゲルの上から1、3の部分に関節を設け、そこから上部を垂直に立ち上げたような形の Z 型、パンタグラフである。外反は交流用を表すため赤色に塗られ、 全面倉庫と幕板には、クリーム色の軽快色が入れられた。台車は、駆動方式の変更により、DT11H となった。11255は、車体は、近畿車用、電装品は三菱電機製で、駆動方式は、交流電源を周辺圧器で 400V に高圧した後に、出力 134kW の交流電動機を低速回転させて、 液体継ぎ手と自保子変速機、電磁歯車で速度制御された後に、シャフトと台車に装備された逆転機を介して一軸を駆動させる電磁歯車式である。自保子変速機は、戦前の満鉄機動車で実績があった優勢歯車機構が使用されていた。得意な外観を持つ11,250と異なり、車体形状は極めて一般的で、前面は それぞれが独立した H ゴム指示の3枚窓、終電装置も一般的な皮脂形パンタグラフである。台車は駆動方式の変更により DT11M となった。両車とも桜並機関区に配置され、試験的に交流電化された先山線で各種試験に供され営業運転も行われたが、いずれも長大編成による運転に適さず、保守上も難点が多かったことから、 試験開始直後から研究自体は放棄されたも、当然の状態になっていた。後日する1959年の車両形式称号規定改正では、雲蛛屋790型に定められ、11250は雲蛛屋790から1、11255は雲蛛屋790から11に改版されたが、いずれも1966年に廃車された。 1959年6月、新性能電車及び交流用、交流直流量用電車を分離する、形式称号規定改正が行われ、その際、中間電動車と制御電動車が分離されて、制御電動車に新記号、雲が制定されたのともない、モハ11型は、雲波11型に、モハ12型は、雲波12型に改められた。また、従来形式は、 数字のみであったが、この改正により、記号と数字を合わせて、形式とするよう変更されている。区波16系の一部には、戦績線及び、飯田専用として1951年頃から、運転台直後の客室を仕切って、荷物室とした車両があったが、1959年12月に、これらを区波に19型に改め、区別をした。これによって、 14両が本形式となったが、31系に属するのは1両のみである。番号の新旧対象は次の通りである。1960年、昭和35年4月に、豊川文工場で改造製作された新幹線貨物電車計画の実験用車両である。種車となったのは、雲派11208、11221の2両で、 改造後は雲屋22系、22000、22001となった。大枠以外の旧車体はすべて撤去され、荷重18トンに対応した強化が行われた。車体は中央部分を無害、両端を有害構造とし、両側に運転台を設けたものが申請され、前くらい、運転台の直後には事務室を設けて屋根状にパンタグラフを載せている。車端部は霧妻で、 幕板に全消灯が埋め込まれている。無害部分には、五トン石コンテナ、10フィート3個を乗せられるよう、コンテナ貨車と同様の禁停装置が設けられた。外反塗色は従来通りの茶色、どう色2号であるが、全面は黄色と茶色の V 字型の縞模様とされていた。翌1961年、昭和36年4月には、試験が終了し、特徴的な 島模様も消されて、一般的な茶色い式に変更された。22000は、大船電車区に配置されて、大船工場の入れ替えを、二22001は、高槻電車区に配置されて、無害部分に煽り戸を設置し、形式変更はせず配給車として使用された。22000は1972年3月、22001は1981年、昭和56年に廃車された。 1959年に、雲葉11系2両が、車体の一部を撤去して無害化の上、煽りドを設置して配給車に改造された。本系列からは、1970年、昭和45年までに両運転台の電動車、雲る23型に1両、変運転台の電動車、雲る24型に5両が改造されている。番号の新旧対象及び改造年。 改造書は次の通りである。1967年から、雲葉11型を種車として、雲絵21系救援車への改造が行われた。改造は、後くらいにも、運転台を設置し、車体中央部に、ホイストと大型の引き戸を設けている。側面窓や扉の埋め込み、前面への荷物扉の設置など、細部の仕様は、各社で異なっている。2万1 0 8は、 中央再選、中津川塩尻間殿下に伴い、パンタグラフを後くらいに、移設の上、取付部分の低屋根化が行われた。番号の新旧対象及び改造年、改造書は次の通りである。それまで、車型電車、いわゆる、買収国電が使われていた、富山高線の体質改善のため、1965年5月に、雲波11系、区波16系のペア4本が、 富山第一機関区上川原宿に転入した。当時、富山高線の河川電圧は600ボルトで、転用車には1500ボルトからの高圧改造が行われた。それらのうち、雲波11計算量が本系列に属するもので、雲波11224、11228,11242であった。これらは、1967年4月に、 富山高線が1500ボルトに昇圧されたのに伴い72系に置き換えられ、廃車された。戦績線では1960年代後半より合理化に伴う核駅無人化が進められる一方で、通勤自由走力の増強も課題となり、陸前バルの町家への伏線化に着手していた。当面の対策として連結量数の増強が行われ、 MT2 連祖性による4連運転が常態化しており、車掌業務の便と乗車効率の平均化を図るため、1963年度より Q30.31 系の全面貫通扉とホロワクの設置工事を行われた。Q31 系では、雲派11226、11227、11243、11245、 一万千二百五十一、一万千二百五十二、一万二千十および区派に一万九千二十一が対象で、九百六十五年度までに順次、施行されたが、うち一万千二百二十七については七十二系の転入が決まったことか、未施行のまま廃車されている。サロ十五型は、横須賀線から伊東線に移りに当社、1960年の二、 東急性移行後は一等車として使用されていたが、波路相当の休憩一等車格下げの方針により、1963年度に二等車に格下げされた。車内設備は一等車時代のままで、記号のみ、左派に書き換えられた。格下げ後は、宇都宮運転所に転属し、東北本線などで使用されたが、15001が1964年8月11日に、 焼いた事故により大破し廃車。1万5千も0も1966年に廃車された。本系列は、車齢が高く収容力の小さい17メートル車体であったことから、地方や支線区への転出が進み、仙石線、南部線、大目線、大糸線、富山高線、福江線、壁線、宇部線、小野田線などで使用されたが、1970年代前半には、 ほぼ姿を消している。しかし、本系列が営業用として最も遅くまで残ったのは首都圏であり、南部支線では、雲波11型と区波16型が1980年、昭和55年まで、鶴見線の大川支線では、雲波12型が1996年、平成8年まで使用された。鶴見線で使用されていた雲波12,052、 1万2053の2両は1987年、昭和62年の国鉄分割民営化とともに、東日本旅客鉄道、JR 東日本に引き継がれた。これは、大川支線が分岐する、武蔵白石駅の専用ホームが急カーブ上にあり、17メートル車でなければ入線不可能であったためである。JR 東日本管内最後の旧型国電として、 武蔵白石大川間の区間運転に使用されていたが老朽化と補給部品などの面でも限界が近づき対応策として1996年平成8年に武蔵白石駅の大川支線ホームの撤去工事を行い20メートル車の入線可能な線形とし103系に置き換えられて営業運転から退いたその後両車は 東京総合車両センターに保管されていたが、雲葉12053は2006年、平成18年4月2日付で、車席を待つされ、2010年、平成22年2月下旬に解体された。一方の雲葉12052については、中原電車区に車席を有したまま、東京総合車両センターの南修繕場内で、現在も保管されている。 1959年、昭和34年以降の廃車について、年度ごとに掲げる。本節では、1953年開版以降の、譲渡車を掲げる。JR 東日本に引き継がれ1996年に、運用を離脱したクモハ12系2両、12,052、12,053は、車席を有したまま東京総合車両センターに、 保管されていたが、前述の通り雲葉1万2053は2006年に、除石2010年に解体された。この他に車席のないものとしては、神奈川県鎌倉市の旧鎌倉総合車両センター、深沢地区、旧大船工場に雲葉1万1248が保存されていたが、2013年2月に解体されている。JR 東海では、 雲波12,054と雲江21,800が静岡県浜松市の佐久間レールパークで保存されていたが雲江21,800は展示車両の入れ替えに伴い現地で解体され雲波12,054はリニア鉄道館に展示予定の雲屋9万号もは63型に復元するため部品を教室の後解体された楽しくご覧になりましたら 購読と良いです。クリックしてください。